ここまで大きな動きなし、周囲に異変もない。だが、得てしてこういう時が。ダメだ、今ので数人やられた。クソ、挨拶のつもりだったんだがな、お前らにはちょっと過激すぎたか。ん、派手好きなのは相変わらずか、デイダラ。お前は赤砂のサソリか。久しぶりだな、カンクロ。ああ、お前、あん時旦那がぶっ倒した雑魚か。ここまで敵地に入り込んでくるとはな。どうやらお前たちも奇襲部隊のようだな。奇襲部隊同士がこうして勝ち合うのは珍しい。ってことはここを制した方が今後の流れを有利に運べるってことか。うん、ならこの戦争をもらったな。てめえら雑魚にオイラたちの相手は荷が重すぎるってもんだ。うん、一度舞台から降りた者に二度もこの世に立つ権利はないじゃん。とっくに古い時代は終わった。今の新しい時代にあんたたちの術は通じないぜ。おおおお、雑魚のくせに一発の大口叩きやがるな、カンクロ。そこまで吠えるのなら俺を相手に証明できるんだろうな。お前の黒ひげが俺の赤ひげを超え、新しい時代が来ていること。あいつ、仲間の体を。うん、当然だ。気をつけて。江戸転生で復活した者は魂を封印するまで何度でも復活します。ここは私が封印します。頼む。
終わりましたね。いや、これからだ。怪我人は医療部隊と合流しろ。動ける者はこのまま奇襲に向かう。はい、はい。